疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。やだ、いつまでここにいる気なのよ。いつまでここにいる気なのよ。オミオガン、疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けたい。気つきましょうか。やめなさい。
いただきます。いつまでここにいる気なのよ。いつまでここにいる気なのよ。ちょうど喉が渇いてたのよね。いつまでここにいる気なのよ。ちょうど喉が渇いてたのよね。いつまでここにいる気なのよ。
いつまでここにいる気なのよ。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。いつまでここにいる気なのよ。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。What?
す。いただきます。いただきます。一息つきましょうか。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。やめなさい。
いつまでここにいる気なのよ。いつまでここにいる気なのよ。心の中で心配してくれているようですが、私は問題ありませんよ。一息つきましょうか。いただきます。No.
いつまでここにいる気なのよ。いつまでここにいる気なのよ。はっ、見つけてあげましょう。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。いただきます。いただきます。えい、
疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。私の本気見せてあげるわ。嘘でしょ。いつまでここにいる気なのよ。見た感じ、特に異常は見られないわね。本当に地下に向かって伸びているのかしら。おや、霊夢じゃないか。あら、凛之助さん。そういえば、凛之助さんってこの塔で生活してるのよね。ああ、そうだよ。ひょっとしてこの塔のことを詳しく知ってたりする？愚問だね、レイム。あれから念入りにこの塔を探索したんだ。この塔について僕より詳しいやつなんていないと思うよ。ならちょっと聞きたいんだけど、何か変わったことはなかった？変わったこと？そうだね。特に変わったことはなかったと思うな。まあ、地下エリアの探索が済んでないから断言はできないけどね。地下エリア？僕も先日気がついたんだけどね。この塔には地下エリアが存在するみたいなんだ。ほら、そこに入り口があるだろう。変ね。こんなところに入り口なんてあったかしら。一応探索はしてみたけど、最下層まではたどり着けなかったよ。
進んでも進んでも終わりが見えないんだ。この塔が地下に向かって伸びているっていうのは本当みたいね。かなり下の方から邪悪の力を感じる。距離があるせいかほんのわずかしか感じられないけど間違いないわ。どういうことだい？僕にも分かるように説明してくれよ。さあね、私にも詳しいことは分からないわ。確かなのは異変はまだ終わっていないということだけね。先に言っておくけど僕は何もしてないからね。それは塔の調査を進めていけば分かることよ。状況は以前よりも悪化していると思われます。真下にある地霊殿を取り込んで最下層までの距離を確実に縮めているはずです。え？あんたの住まいってこの塔の真下にあったわけ？ええ、ふうに。わかる。あんたの気持ちすごくよくわかるわ。どうやらあなたにも似たような経験があるみたいですね。あるなんてもんじゃないわよ。うちの神社は断るごとに散々な目に遭っているんだから。気が変わったわ。この異変は私の情念に従って全力で解決してあげる。ようやくやる気になってくれたみたいですね。本気で心配してくれているのが伝わってきます。改めてよろしくお願いします。